南九州市は、鹿児島県薩摩半島の南部にある市である。市名の読み仮名は旧文字で、日本最長である。茶の生産量が、全国の市町村単位では、日本一で、チラン茶が有名。旧チラン町中心部周辺の空中写真。1975年2月24日撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成。旧川辺町中心部周辺の空中写真。1975年2月24日撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。薩摩半島の南部に位置し、鹿児島市の市街地から約3 0キロメートル南西に位置する。南は東、シナ海に面している。 チランブケ屋敷急チラン町の一部集落では、旧暦8月15日に、空酔いという行事が行われる。バラで作った腰身の頭飾りをまとった男の子が、ソ空酔い、ソーラ酔いとの掛け声をかけながら、四股を踏み、太陽と月に収穫の感謝をする。ソラ酔いは、南薩摩の十五夜工事として、枕崎市や南薩摩市坊の津地域の十五夜工事と、 共に重要無形民族文化財に指定されている。川辺市所へ一所従来の文明を南九州市に置き換えた上で、九丁名九王あざなを新たな大あざなとする。なお、大あざの表記はつけない。私立私立南札立関道国道226号、県道23号、谷山地覧仙道の駅川辺安らぎの里戸の駅も、 市役所のある旧ラン町中心部からは遠く、JTB 時刻表によれば、市の中心駅はチランバス停となっている。地域高規格道路有料道路国道主要地方道、一般県道道の駅ラン6庭園。ありがとうございます。